いたします。ありがとうございます。すいません、このカメラでお願いします。はい、お願いします。今あの留学生って申し上げますと、交換留学生も含めて、アメリカでもビザ等々のタイミングもありますし、準備期間が必要でありますので、今官房長官のところに行かせていただきました。で、官房長官の体質等々が見えていなかったので、向こうで皆さん PCR 検査して大丈夫 で日本に入ってきて PCR 検査して大丈夫で、課長として留学生を預かる仕事でございますので、しっかりと天海先生とか副会長と共有して、まず責任症状として考えていくと。お願いします。